ハーブティー、はい、まえのんです。今日はですね、これからデートということで、春にぴったりなデートメイクをやってみました。こんな感じです。今日のね、メイクのポイントはですね、近くでも綺麗なね、お肌に見せてくれるカラーチューニング UV というアイテムを使ったのと、淡いピンクのチークを頬とね、この鼻の部分に使ってみたんですけど、そこが今日のね、メイクのポイントになってます。詳しくはですね、この後今日のデートメイクのやり方を紹介したいと思います。デートの時間が迫ってるので、早速行ってきたいと思います。行ってきます。どうぞ。今日はですね、春の先取りデートメイクを紹介していきたいと思います。はい、まずこちらを使っていきます。アリーカラーチューニング UV03 のベージュカラーを使います。こちらはですね、 SPF50+ PA4+ です。一塗りで毛穴ぼかしと UV カットカプセルが肌にきめ細かく、均一にね、密着してくれて、毛穴カバーをしてくれるアイテムみたいなんですけど、早速使っていきたいと思います。こんな感じです。色味はベージュなんですけど、結構ナチュラルな明るめのカラーで、伸びも良さそう。早速塗っていきます。うわ、なんかもう一気にトーンアップした気がする。塗れました。こんな感じです。今カラーチューニング UV しかね、塗ってないんですけど、結構綺麗な仕上がりになったと思います。程よくなんかツヤっぽさもあって、すっぴんメイクぐらいナチュラルかも。はい、今回ね、使ったベージュはですね、色ムラをね、綺麗にカバーしてくれるアイテムみたいなんですけど、別名このアイテムはノーファンデ UV って呼ばれてるみたいで、私最近なんかあんまりファンデーションとか正直したくなくて、なんでかっていうと、すごい韓国人の方のめっちゃお肌チルンみたいな、もうメイクしてませんみたいなお肌に最近すごい憧れてて、ちょっとファンデちょっと卒業できる日はしたいなって思ってるので、本当にこのアイテムがね、ぴったりだなと思ってて、お気に入りです。こちらのアイテムなんですけど、皮脂テカリ防止機能が入っていて、最近はですね、やっぱりマスクをね、取る機会も増えてきてるので、マスクにね、つきづらいのもポイントかなと思います。なんとですね、8時間もテカリにくく崩れにくいみたいです。これからやっぱり暖かくなってくると思うので、本当に季節的にはぴったりだなと思います。これ1本でお肌のムラをね、しっかり整えてくれるので、デートとかの時に本当にぴったりだなと思ってて、後で聞いてみよう、デートする相手に。なんかこれホームページを見たらですね、商品のコンセプトに引き寄せ美肌って書いてあったんですけど、もっともっと近くで見てほしいってなるかもしれないですね。そう、今回ね、使ったのはベージュのカラーなんですけど、他にもですね、パープルとこちらアプリコットもあるみたいです。ちょっと色味を見ていこうかな。今ね、手にのせてみたんですけど、あ、結構わかりやすいかも。1番がパープル、2番がアプリコットで、3番が今使っているベージュなんですけど、ちょっとだけ伸ばしていきますね。パープル、アプリコット、ベージュです。このね、一番上のパープルはですね、毛穴とくすみが気になる方におすすめみたいです。私も最近毛穴とかもね、ちょっと気になってるので、こっちも日によって使い分けたいなと思います。で、アプリコットが毛穴とクマとかが気になる方におすすめみたいで、目周りとかはこのアプリコット使ってもいいのかなって、部分使いでやってもいいのかなって思います。で、ベージュは毛穴と色ムラをカバーなので、まあその日とかで変えてもいいのかなって正直思うかな。若干クマがあるかな、クマを少し消そうかな。目の周りだけこのアプリコットを使おうかな。はい、そしたらですね、眉毛描いていこうかな。ケイトのラスティングデザインアイブロウのスクエアの BR の1番を使います。この間眉毛を整えすぎちゃって失敗しちゃったから、このペンシルタイプのアイブロウはないと無理かも。今みんなってどんぐらいのペースで眉毛整えてるんだろう。私は2日に1回か3日に1回かぐらいかな。でも絶対デートの前とかって普通の準備じゃなくないですか。あらゆるところを綺麗にしときたいから、美容デーをいっぱい入れ込んだりとかしちゃうかも。ナチュラルに眉毛が描け
きました。眉マスカラしようかな。最近ね、みんなにこれおすすめしてるんだけど、ケイトの 3D アイブロウカラーの BR の5番。ニットの色にすごく合う気がするからこれを使う。アイメイクをやっていきたいと思います。シンプル系なこのブラウンもいいなと思ったけど、やっぱ春だしこのアイシャドウ使いたいんだよね。これケイトのエレクトリックショックアイズ OR の1番。ラメがさ、すごい綺麗。この色使います。あー、かわいい。見て、じゃーん、乗せてみます。え、かわいい。はい、かわいい。そしたら下まぶたにも入れようかな。今日はなんか発色がかなりいいので、細めにしっかりのせようかな。これはなんか全体に広げちゃうと結構派手派手になりそうなので。この間家帰ってきて、自分のねメイクが全然納得いかなくて、仕事から帰ってきて割といい時間だったんですけど、メイク落としてさ、また一からメイクするっていう。でそれはなんか一人でやるの寂しいからインスタライブしたんですけど、結局なんかみんなに相談しながらどの色使った方がいいかなとか言って言いながらやったのがすごい楽しくて、またやりたい。え、可愛くない？どうだどう？こっちの色も使ってみようかな。真ん中だけ。あと涙袋にのせます。メイク褒めてもらえるといいな。こんな感じです。アイシャドウ終わり。はい、ビューラーは終わったのでマスカラしていきます。マスカラ下地はケイトのラッシュマキシマイザーの BX の1番、薄めにのせて。なんか家では完璧にこうメイクしても結局マスクしてまつげが下がってくるとテンション下がっちゃうから、絶対にマスカラ下地はのせます。マスカラはこちらを使います。ケイトのラッシュフォーマー EX のブラック、ボリュームタイプ。盛りすぎちゃうから誰かストップって言ってほしい。綺麗に上がりました、派手にならずに。そしたらアイラインを引こうかな。ケイトのスーパーシャープライナーペンシルの BR の1番。細いタイプと太いタイプがこう分けれるやつで、下でくるくるする。なんかすごい高級感があってかわいい。目尻に引きます。こんな感じ。みんな引きます。自分のメイクがすごい納得いかなかった時に原因が分かったんですよ、何が漏れなかったって。アイシャドウをアイラインっぽく引くの流行ってるじゃないですか。それをねやったら私ね似合わなかったらしく、それが原因ってことが分かったんですよ。だからしっかりアイラインで引くのが私の目には合ってるんだなと思って。まあ引き方が多分慣れてなくて下手だったっていうのもあると思うけど、はい、このまま下まつげもやっていきます。そう、私ね悩みが下まつげ盛りすぎちゃうっていう、なのでうっすらのせます。そしたらアイメイクはこの辺で終わろうかな。はい、アイメイクがね終了したので今からチークをやっていきたいと思います。こちらはですね今年の2月に新発売されたアイテムで、アリーカラーオン UV01番、ルーセントピンクを使っていきます。今年のね春のトレンドカラーがコーラルピンクとかアイシーピンクみたいな淡い色がトレンドなんですけど、今日はですね春っぽくメイクをしたいので、頬だけじゃなくて鼻とかにも乗せていきたいなと思ってます。かわいい。最近のチークの入れ方は結構高めに割と広めに乗せる、真正面を見た時にかわいい感じが気分なので広めに乗せていきます。わあ、かわいい。ピンクなんですけど本当に肌に馴染むピンクなので、乗せても派手に見えないし、てかなんなら肌がすごい明るく見えるチークな気がする。やっぱこういう色かわいいな。パーソナルカラーとかはもちろん大事だと思うけど、本当になんか合わせ方な気がするんですよ。他の色をちょっとバランスを見てあげるといいんじゃないかなって個人的に思ってますだから好きな、ね、色を使うのはねいいと思う。私的にすごいねこの色透明感が
あって、こうメイクの上からのせてパサパサしないかなって思ったんですけど、全然そんなことなくて塗りやすくて、こう上に乗っかってるって感じはしないですね。鼻にもうっすらですけどかぶしてのせていきます。しっかりね、ここに色をパーンってのせないで、残ったものでこうふわっと触れてあげる感じに伸ばすと、こんぐらいがいい気がする。あんまり派手派手じゃない方が気分なので、これぐらいにします。このねチーク8時間色持ちがするみたいなので、塗り直さなくていいのがすごいいいなって思います。日焼け止めも入ってるので SPF50+BA4+、 紫外線ってほっぺとかこう高い部分からこう日焼けってすると思うので、チークの日焼け止めって結構大事な気がする。え、いい感じ、ほんのりチークかわいい完成。はい、そしたらリップのせていきます。ベースはこれを使います。ルナソルのプランプメロリップスの07番、この色かわいい。やっぱりこれをベースにのせて、一回ティッシュで、ルナソルのシームレスマットリップの06番、ビターローズ、内側に。こんな感じかな。ということでメイクが完成しました。今日のメイクはこんな感じです。はい、ということで完成したんですけど、髪の毛今日はストレートでもいいかなって思ってるんですけど、あとはスタイリング剤をちょっとだけつけてこのまま出ようかな。はい、ということで今からデートしていきたいと思うので、デートの様子をご覧ください。行ってきます。はい、ということで今日のデートの相手は、じゃーん、こんにちは、ナチョスでーす。イエーイ。はい、ナチョとカフェランチ。カフェランチ、今日はね、春のデートメイクをしたの、はい、なるほど、かわいい一段と可愛い。あ、それが嬉しい、はい、一段と可愛いです嬉しい。食べよう、じゃーん、おいしそう、じゃーん、いただきます。今日は早起きしてね、はい、ナチョに会うからね。うわ、そんな贅沢な本当ですか。本当だよやった。やっぱ外にいると寒いね。寒いですね、上着着ちゃったでも美味しかったですね。ね、もう食べちゃった、もう食べちゃいました。かわいい今日もかわいいでも肌ツヤツヤですね、ちょっと肌、はい、めっちゃ綺麗じゃないですか。本当、はい、うん、そんな見せれないで今日ね、肌ね、はい、ノーファンデなんです。え、嘘だ、本当、え、本当ですか。今日ね、ファンデつけてないの。嘘だ、そう、本当ですか。本当だよ、疑わないで。もう、いや、疑うくらいにめっちゃ綺麗です。かわいいそんな、私はアップしないでください。じゃあこの後は、はい、ちょっとだけプラプラして帰りますか。いえ、なんか買い物でも行くか。行きたい。ではデートの続きは秘密で楽しんできます。バイバーイ。バーイ。はい、ということで今帰ってきました。ただいまです。今日メイク直ししてないんですけど、どうですかね。結構綺麗なままな気がする。ご飯食べてる時以外はマスクしてたりとか、割とまあでもつけたり外したりとかなんですけど、メイク崩れがいつもより気にならない気がします。今回ね、カラーチューニング UV のベージュを使ってすごい良かったなって思ったところが、肌のね色ムラがなくてすごいナチュラルでね、綺麗な仕上がりになったのがすごいね、いいなって思いました。あとやっぱナチョにお肌めっちゃ綺麗だねって褒めてもらえたのが嬉しかったですやっぱりね、ベースがね綺麗な感じに仕上がると全体的なメイクの仕上がりもねすごく良くなるので、やっぱベースって大事だなって思いました。はい、ベースもねすごい良かったんですけど、私的にこちらのねカラーオン UV チークの01番なんですけど、最近ねつけてなかった感じのカラーだったんですけど、やっぱ一気に顔が春顔になった気がするので、今日から使っていきたいなって
思いました。今回ね紹介したアイテムなんですけれども、概要欄の方に載せておきますので、そちらから飛んで見てみてください。それではよかった方はチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。それでは皆さん、おやすミルクティー、バイバーイ。何も食べてなかった今日？今日何も食べてない、うん、私もデートのために。いや、デート知らなかったじゃんデートってはい、私だけ気合い入れてさ、はい、デートだからウキウキだったのに片思いデートです。